規則なデータから規則性を捉える並べ替え機能を学習していきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。おさとエクセルのおさです。このチャンネルでは皆さんと一緒にビジネスの現場で役に立つ知識を学んで日本の働き方を変えていきます。さて本日からですね、チャプター4第4章です。こちらの章ではアウトプットに必要な重要機能をご紹介していきます。フィルター機能であったり、ピボットテーブル機能、ピボットグラフといったね、そういったものをご紹介していきますが、本日は並べ替え機能と呼ばれるものを学習していきます。この機能を使うことで不規則に並んだデータ、マスターデータを規則的に並べ替えることができる、そんな働きをしてくれる Excel の重要機能ですので、ご存知の方たくさんいらっしゃるとは思うんですが、もう一度ね、復習的な意味を込めてやっていきましょう。チャンネル登録もよろしくね。はい、ではこちらのワークシートをご覧ください。本日はですね、並べ替え機能というものを見ていきますが、非常にシンプルな機能です。やりたいことは C 列に書かれているこの氏名、今は岡田さん、山田さん、伊藤周平さんみたいなね、ランダムに並んだデータが続いてますが、これをあいうえお順に並べ替えたいとしましょう。そんな時にはデータタブにあるこのソート、並べ替えと日本語では書いてますが、この左上の方をポチッと押してください。これですね、照準という機能です。日本語でいくと照準ですね。そうするとこのようにデータがガラーッと並べ替わったんですね。伊藤周平さんがずらーっと並んでます。続いて出てくるのが大熊さんですね。はい、あいうえお順に並べ替わっている、そんなことがわかるかなと思います。で、今ポイント2つございます。1つは照準というボタンを押すとあいうえお順に並べ替わるというわけですね。高順っていうのがあるんですけれども、この下の方にあるのが高順です。これをするとあいうえおの逆の方ですね、逆向きで並べ替わります。で、もう1つのポイントはこっちの方が重要ですね。伊藤周平さん、今このデータってもともとここになかったじゃないですか。岡田さんっていうね方がいましたが、伊藤さんのデータ上に来ました。これ伊藤さんのデータ上に来るときには、今選択している4列をワンセットとして捉えて上にまるっと置き換えてくれてる、そんなイメージを持ってください。はい、というので C 列の今並べ替え終わりましたが、実務でこんな使い方は正直しません。まあ2つ後の動画で撮るフィルター機能っていうものを使いながら、実はこういった並べ替えってよくやるんですけれども、あえてこの並べ替え機能を使わないといけないシーンというのがございます。それがどんな時かというと、この伊藤周平さん並べ替わった後に、このデータ伊藤さんの中で特に売上が大きいもの、それを順番に並べ替えたいと思った時には複数条件が絡んできますので、その時はこの並べ替え機能を使わないといけません。相当というふうに書いてますが、ここをポチッと押してみましょう。そうすると、はい、こんなねダイアログが出てきました。日本語ではここにレベルの追加なんて書かれてますね。アドレベルっていうのを押すと、このような形で氏名を並べ替えた後に続いて売上を大きい順に並べ替えるなんてことがねできるわけですよ。ラージェストトゥースモーレスト、大きい方から小さい方へ、すなわち大きい順です。 OK を押してみましょう。そうすると伊藤さんのデータがずらーっと並んでいて、かつこちらに売上が大きい順に並べ替わっているというわけですね。このように複数の列を同時に条件で並べ替えたい、規則性を持つデータに並べ替えたいと思った時には、ね、この並べ替え機能を使わないといけないんだなということを押さえておいてください。はい、ここで終わろうかなと思ったんですけれども、次のレッスンに続く重要なポイント、これをずっと下まで見ていくとどうなるでしょう。氏名の下まで見ていきます。はい、コントロール下でジャンプということで、するとですよ。あら不思議。この産業分、なんか変じゃないですか？西村、大熊、田中、これなんで山田の矢の後にあるんでしょうというわけですね。この論点、次の動画でやっていきますよ。というわけで本日の動画、ワークシートはここまでです。ポイント見ていきましょう。Amazon レビューお待ちしてます。はい、では本日の学びをまとめていきましょう。一つ目のポイントは、不規則なデータも並べ替え機能を用いると規則的に置き換わる。これが一つ目のポイントでした。そして二つ目のポイントは、並べ替えを用いると一行一件まるっと並べ替えてくれる。ここが二つ目のポイントでしたね。そして3つ目のポイントとしては、1列単位の並べ替えだけではなく、この1列を並べ替えた後にさらに別の列のものを並べ替えたい、こんな時にソート機能、並べ替え機能をと
というもので、レベルの追加というものをねするとうまいこといくんだなというところを押さえてください。はい、というわけで本日最後の方にね、なんか匂わせましたね、私次回のねレッスンの内容を。そうなんです、並べ替え機能って実はうまくいかない時があります。で、そのうまくいかない理由の一番大きな理由がね、まあ次回ご紹介する内容になりますので、ぜひですね次回の動画も合わせて見ていただくと嬉しいななんて思ってます。はい、こちら最後まで見てくださった皆様限定でですね特典がございます。重要度別のショートカット一覧、こちら本には載せてないんですが、右上の方のねインフォメーションのカードをクリックしていただくと私のウェブサイトリンクに飛べます。そこでダウンロードしていただくこと可能ですので、ぜひですね業務でよく使う、現場でよく使う重要度別のショートカット一覧ダウンロードしてみてください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。